ポラストロン伯爵夫人、アレクサンドル・クシャルスキがマリー・ルイーズ・デスパルベスド、リュサンは、ブルボン朝末期フランスの貴族女性、宮廷女官。ポラストロン子爵夫人、後伯爵夫人。ルイ16世のマッテアルトワ伯爵の愛称。宮廷では、ビシェットの通称で知られた。アルマニャック地方の旧家デスパルベスド・リュサン家の末裔、ルイ・フランソはデスパルベスド・リュサンと、 富裕な朝税受け負い人の娘マリー・カトリーヌ・ジュリー、ルージョの間の一人娘。生後感もなく、母を亡くし、貴族の女子の入る、パンテモン修道院の寄宿学校で育った。1780年6月5日、17歳の時に、王妃マリー・アントワネットの長身、ポリニャック公爵夫人のイボテイドニド・ポラストロン爵と結婚。彼女は、その可憐な、 美しさから、メスのソロクを意味する、ビシェットの愛称で呼ばれ、ポリニャック夫人の長女アグライと共に、王妃の新しいお気に入りとなった。1782年、ディロン夫人の死に伴い空席となった王妃付女官に、任じられた。夫は、ポリニャック一族の恩恵に預かり、白爵に昇格した。夫婦の間には、一人息子ルイドポラストロンが生まれたが、若くして他界している。 大手アルトワクとの愛人関係は1785年に始まり、生涯にわたって続いた。ビシェットは心優しく内気な女性と評されていた。アルトワクは常に彼女を側に置き、彼女を自分のお気に入りと公言してはばからなかった。フランス革命勃発直後、アルトワクと共に国外に脱出、1791年より、 ドイツのコブレンツに落ち着いた。この地に設けられたエミグレ亡命宮廷において、ビシェットは、他の王族のメカケたち、プロバンス博のメカケバルビ伯爵夫人及びコンデコーのメカケモナココーヒーと共に、女主人役を務め、エミグレの女王たちと並び称された。1792年、アルトア博が英国に逃亡する際も随行し、エディンバラのホリールード宮殿で共に暮らした。 プロバンス博の亡命宮廷がワルジャワに置かれていた時期、亡命宮廷をより安全なエディンバラに移す案も話し合われたが、アルトア博の義理の娘のアングレーム公爵夫人が、シュートの目掛けであるビシェットと同居することを断固拒否したため、実現しなかった。1804年、ビシェットは結核で死去した。アルトア博は彼女を非常に深く愛していたため、締結の誓いを立て、 以後女性に一切近づくことはなかった。アルトア博はビシェットとの死別後急速に信心深くなり、フランスにおけるウルトラモンタニズムの運動を熱烈に支持するようになった。以下は日本語訳にあたり直接参照していません。ありがとうございます。